こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。また特殊武器ランキングをやるぞー。おお、またやるんか。随分張り切っているわね。前回の炎属性特殊武器ランキングでは、好評の声もいただくと同時に、反省すべき点も見つかった。今回はその点を解消して、さらに精度の高いランキングを作りたくて、リベンジしようと思ったんだ。だが、その前に今回の動画では、今後どのようなルールでランキング動画を作っていくのかを説明していく。ルール説明のためだけの動画を作ったのか。説明しようとすると長くなる上に、ランキング動画を作るたびにルールの説明をしてたら、再生時間が無駄に間延びしてしまう。なので見たい人だけ見れるよう、ルール説明の動画だけ独立させることにした。具体的に何をどう改良したのかしら？前回のランキングでは実際に特殊武器を使用した時の使用感、つまり感覚に近い感じでランキングを作っていたのだが、今回は特殊武器の性能を細かく数値化することで、精度の高いランキングを目指した。強さの数値化か。確かにそういうのあった方が良かったかもね。まずは実際に特殊武器をどういう風に数値化してランキングするのか説明しよう。ちなみにこの動画の次に作るランキング動画は、電気属性特殊武器最強ランキングの予定なので、主に電気属性の特殊武器に例えて説明していく。今後ランキング動画で数値化する項目は大きく分けて、燃費、射程距離、火力、連続攻撃性能の4つ。それに加えてそれぞれの特殊武器に存在する、独自の評価ポイントを足し引きして合計点を算出する。それぞれどういう配点なのかしら？まず燃費は全部で10段階。結構広いね。何せアトミックファイヤーみたいな、最大チャージで半分近く消し飛ぶものがあるからな。なるほど、それを考慮してか。内訳は3発以上、1メモリ消費で10点、2発1メモリで9点、1発1メモリで8点。それより下は1発2メモリ以上でマイナスになっていく。2メモリで1発なら7点。3メモリで1発なら6点っていうことか。続いて射程距離。これはロックマンの主力武器であるロックバスターの性能から算出する。ロックバスター同様、画面端から端まで攻撃できる場合を4とする。それ以下はどう算出するのかしら？まずロックマン本人から2キャラ分ほど先までを攻撃可能である場合を3。1キャラ分先の場合は2。ロックマン自身が自ら当たりに行くタイプの特殊武器の場合を1とする。これに加えて上下と斜めの方向に攻撃できる場合、それらも攻撃できる範囲の分までプラスする。ちょっとわかりづらいね。例えば初代ロックマンのサンダービームなら、進行方向と上下の3方向に画面から消えるまで攻撃が行える。つまりロックバスターと同じ攻撃範囲の4ポイントに ×3 で、合計12ポイントとなる。全画面攻撃とか出てきたらどうするのかしら？全画面攻撃は一律20ポイントとする。どういう内訳なんだ？内訳は特にない。全画面攻撃は攻撃する方向という概念がないので、他の特殊武器では絶対になし得ない数字として設定している。最初はロックマンの攻撃できる8方向 ×4 で32ポイントにしようかと思っていたのだが、この設定にしてしまうと射程距離だけで全ての武器の性能を凌駕してしまって、性能数値化ランキングが成立しない。極端な話、全画面攻撃できる武器イコールナンバーワンになってしまうので、武器の性能を数値化するランキングが成立しうる、最もバランスのいいと思える数字を設定した。ルールの設定も大変だわ。続いて火力。こちらは純粋に特殊武器一発の火力が、ロックバスター何発分に相当するかを割り出した数字を適用する。わざわざ算出したの？算出したぞ。例えばサンダービームはロックバスター5発分の火力を有していることが明らかになった。なので火力点は5点となる。またエレクトリックショックは調査の結果、同じくロックバスター5発分のエフェクトを最大3ヒットする武器であることも明らかになったので、エレクトリックショックの最大火力は15ポイントとなる。またサンダーストライクは着弾すると上下に分かれるという性質を持つが、発射した時の弾が2ポイント、上下に分裂した時の弾は1ポイントずつ、合計するとロックバスター4発分なので、サンダーストライクの火力点は4ポイントになる。サンダービームみたいに3方向に分かれるものはどうするんだ？それは射程距離の項目を参照しているので、火力が増強しているとは見なさない。なるほど。続いて連続攻撃性能。これは秒間何回特殊武器を発射できるかを数値化したもの。1秒に1回発射で3ポイントとし、1秒で3回以上発射できれば5ポイント。逆に3秒以上の間隔で1回しか撃てない場合は1ポイントとする。ほとんどは1秒に1回しか撃てないんじゃないかしら？まれに秒間で凄まじい連射速度を出す武器があるからな。これも今後のことを考えた上での設定だ。なるほど。最後に特殊点。これはそれぞれの特殊武器特有のプラス、またはマイナスポイントを加えたもの。どういう風に割り出すのかしら？例えばプラグボールは地形に沿って走る電気玉を発射するのだが、ジャンプ中に使えば真下に向かって撃つこともできる。普通に地面で撃てばロックバスターと同じ射程で撃つことができて、地形に沿っていくことで地面に接触しているほとんどの雑魚に攻撃できる。またジャンプ中に撃つとまっすぐ飛ぶことはないが、下に向かって攻撃できる武器にもなる。地形に沿っていくというポイントをプラス1と、局所的にでも真下に発射できるのでプラス2となる。下に向けて撃てるのはプラス4じゃないのか？
それは常に下にも向けて撃つことができる場合を指す。サンダービームのように地形を貫通して下に撃てるならいいが、プラグボールは局所的なタイミングでしかも下に撃てない。なのでポイントとしては半分となる。なるほど。もちろんこの得失点はマイナスポイントもある。マイナスの場合はどんな時なんだ？主に性能を活かしきれない、またはあまりにも使いどころがなさすぎる場合だな。そんな武器があるのかしら？例えばエレクトリックショックは一度の攻撃で3ヒットさせられるが、そもそも3ヒットさせられるのはボス戦くらいで、4機に3ヒットさせてくれるほど甘くもないので、本来の火力を活かしきれない。またスパークショックはボス戦以外では全くダメージを与えられず、これを撃ってる暇があったらロックバスターを使った方がマシな場合の方が圧倒的に多いため、ほぼ全く役に立たないと言ってもいい。それ以外にも使用そのものをためらうほど性能が劣悪な場合、別途マイナスポイントが付けられる。とまあこんなところだな。ルール説明の動画だけで随分長くなったね。今後ランキング動画を作る場合はこのルールに則っていく。実際にランキング動画を作った際にはいつもの固定コメントにも載せておくので、視聴者の皆さんは好きなように確認していただけると幸いに思います。ただし最新の動画でルールが変更する可能性もあるので、その時はその時のルールに則っていくので、そこだけご了承いただければと思います。というわけで今回はこの辺で、次の動画を逃さないためにチャンネル登録、Twitter フォロー、よろしくお願いします。ニコニコの方はフォローいただけると嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。